はい、こんにちは、116ウィンズです。 MLB のストーブリーグ非常に盛り上がってますね。まあ、今日はトロントブルージェイズと、あとはリヒョンジンが4年契約で合意したというところで、まあ、非常にこう目玉選手の契約合意が相次いでいるところですね。で特にですね、まあ、一番大きかったのはニューヨークヤンキースが、まあ、オフの目玉であるデビッド・コールと先日9年総額3億2400万ドルの契約で合意したというところで、まあ、このあたりの契約を出せるっていうのがさすがヤンキースといいますか、まあ、かつてはですね、まあ、悪の帝国とも言われたチームではありますけれど、まあ、本当にそのような時代を思い出すような契約を今回してきましたね。でその上でですね、ヤンキース密かにこう不良債権であるジャコビー・エルズベリーとの契約を破棄して年俸を取り返そうとしているんですね。でちょっとヤンキースやり方がせこいんじゃないのっていうふうに個人的に思ったので、ちょっとそこの辺について今日話してみようかなと思います。まずエルズベリーに関して簡単に紹介しますと、2013年のオフにボストンレッドソックスから7年総額1億5300万ドルの契約でヤンキース入りをしています。レッドソックス時代はですね、本当に素晴らしいリードオフマンタイプのバッターでして、で、まあ、特に2007年と2013年の、まあ、レッドソックスの世界一っていうのは、まあ、彼なしでは語れないような本当に素晴らしい選手であったんですけれど、で、まあ、ヤンキースとしても、まあ、14年にデレック・ジーターが引退して、まあ、そこの後釜として、まあ、エルズベリーに、まあ、ぜひ打線の起爆剤的な存在を期待しての獲得だったとは思うんですけれども、ただですね、ちょっとヤンキース加入後は、まあ、レッドソックス時代の輝きはちょっと失われてしまいまして、まあ、こちらにヤンキース時代、レッドソックス時代とヤンキース時代の、まあ、通算成績を載せてはいるんですけれども、まあ、比べてみると差は一目瞭然といいますか、本当に全く違うような選手に、まあ、なり果ててしまい、どの項目を見てもですね、軒並み数字は落としてしまっているというような状況でした。で、またここ2年間ですね、まあ、2018年、2019年に関して、まあ、エルズベリーは全く怪我の影響で全く試合に出場ができていない状態が続いてまして、で、ついにですね、今年11月に入りまして、契約を1年残した状態で、球団からリリースという形になりました。で通常ですね、契約が残った状態でのリリースであれば、まあ、球団側に選手に対して残りの年俸を支払う義務が生じます。ただですね、ヤンキース側はエルズベリーがチームの承認を受けていない医療機関を受診して治療を受けたということを理由にですね、来年の年俸の支払いを拒否しました。当然これに対してエルズベリー側は反発をして、これが選手会も巻き込んだちょっと騒動になっているような状態です。どうしてこうヤンキースがこのような強行手段に出たかというところをちょっと考えてみますと、このような理由がおそらく挙げられまして、で、まあ、1点目としては贅沢税の理由があると思うんですね。で、ヤンキースの来季総年俸はおそらく2億6000万ドル付近になるだろうというふうに言われています。まあ、大体日本円にしますと270億円、280億円ぐらいの総年俸になると予想されているんですけれども、これはですね、贅沢税の課税対象である2億800万ドルを大幅に超える水準です。で、ヤンキースはしかもですね、その2億800万ドルを大幅に超えるどころか、4000万ドル以上超過してしまっているので、この場合ヤンキースに対して贅沢税として 42.5% の税率が課されます。まあ、贅沢税として取られる税率としてはかなり高い部分に入ります。で、ここがまあエルズベリーの契約が抜ければ多少税率が下がりますので、まあ、ここをおそらくヤンキースは下げたいっていうのが1点目で、2点目として、まあ、先ほど基準額を4000万ドルヤンキースがすでに超えているというふうに言いましたけれど、4000万ドル以上を超えた場合、次の MLB ドラフトでの指名の順番が変わります。で、ヤンキースの場合、2021年の MLB ドラフトのドラフト1位指名が10個下がるペナルティが課せられることになります。で、これが多分贅沢税よりも大きな理由になりますね。まあ、やっぱりそのお金の問題はヤンキースぐらいの球団であれば、まあ、ヤンキースぐらいの球団の資金力であれば、まあ、十分にまあ払うことは、まあ、全然できるとは思うんですけれども、まあ、そこに加えてドラフト戦略に影響が出てくるとなれば、まあ、ちょっとヤンキースとしてもさすがにそれは痛いなというふうには感じているはずです。まあ、なので、こうエルズベリーの年俸、まあ、来年約2600万ドルなんですけれど、まあ、それが免除するということになれば、まあ、基準額の超過が、まあ、4000万ドルは下回ることになりますので、まあ、税率も多少軽減されますし、またドラフト指名権の10個繰り下げというペナルティも受けなくて済むので、まあ、ヤンキースとしてはおそらくこの辺を回避したいのかなというふうには考えられます。
ただですね、その実際のところをヤンキースがそのエルズベリーの年俸を全額回収できるかと本当に思っているのかちょっと私としては疑問に思っています。でその理由としてです、ね、エルズベリー側の主張としては、まあ、そのエルズベリーが受けた治療っていうのは野球とは全く関係ない症状に対する治療だから別に球団の承認を受ける必要はないだろうという主張なんですね。で、まあ、これはまあ別に真っ当な主張だと思いますし、まあ、別にその野球に関係のない症状であれば別に変な薬さえ使わなければ、まあ、球団側がとやかく言う資格は当然ないはずですよね。でまた受診した医療機関というのもまあ真っ当な医療機関ですし、で特に何かこう MLB が指定するようなこう禁止薬物を処方されたわけでもないんですよね。でそれに対してヤンキースがクレームをつけるのはちょっと いささか違う話としてはおかしいんじゃないのというふうには個人的には思ってますね。でまたそもそもそのエルズベリーが治療を受けている段階でこうヤンキース側がいやその治療は球団が認めてないんだからやめなさいというふうに指摘をするならまだわかるんですけれど、それもせずに来年のその40人枠を決める段階になってエルズベリーのリリースが決まった後にそのまあ球団の承認を受けてない治療を受けたんだからあなたの契約は無効ですといきなり主張し始めるのはそれはちょっとお門違いだろうというふうにも個人的には思いますね。でこれがまかり通ってしまうと長期契約の根幹を揺るがしてしまうわけです。球団としてはそういったその選手が怪我だったり、まあ、期待していたパフォーマンスが、まあ、十分発揮できないというリスクを背負った上で選手と長期契約を結ぶわけですから、それをこういったこう難癖をつけて、まあ、契約を無効にしようとする動きは、まあ、ちょっとこう信頼関係にも関わってきますよね。そのヤンキースという球団に対して選手からの信頼関係にも関わってくるんじゃないかと個人的には思います。で、まあ、あとはさらにこう契約を無効にするためにはヤンキース側が明確にエルズベリーが契約に違反したんだということを証明しなきゃいけないわけですけれど、球団が承認していない治療を理由にエルズベリーの契約違反を、まあ、明確にこう証明するのはおそらく無理だとは思うんですよね。でじゃあヤンキース側はなんでこんな主張をしてきたかっていうと、まあ、ダメ元で、まあ、とりあえず難癖をつけて、まあ、いくらか、ね、エルズベリーの年俸を取り返せればいいぐらいにしか思ってないんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。まあ、なので別にその、まあ、先ほど贅沢税の問題とかドラフト指名権の問題とかいろいろ挙げたんですけど、まあ、別に、まあ、それ最悪失ってもいいけど、まあ、エルズベリーの年俸をいくらかもうなんとか取り返したいというだけの思いなのかなというふうには個人的に思ったりもしますね。でヤンキース側とエルズベリーの関係性というのは非常に冷え込んでいるというふうに今年のシーズン中の段階からも言われてましたので、まあちょっとこれをそんなこう両者の関係性をちょっと象徴するような事件が最後に起きてしまったのかなというふうに見えますね。まあ、ただまあやっぱりちょっとその球団が承認していない治療を受けたからっていう理由だけでそのエルズベリーの契約を無効にしようっていう、まあ、動きをしてきたヤンキースはやっぱちょっとせこいなというふうには個人的にはどうしても思ってしまいますね。で、まあ、このエルズベリーとヤンキースの、まあ、金銭騒動なんですけれども選手会も、まあ、巻き込んでしまっているので、まあ、かなり泥沼化が予想されています。でなんとかですねこう両者が納得できるような、まあ、結末を迎えられればいいんですけれども、まあちょっと難しいのかなというふうには個人的に予想しております。はい、エルズベリーに関する動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。